こんにちは。ジョン・レノンね。ジョン・レノンがまあそういうことを言ってたんですね、うん、まあジョン・レノンさんでしたらこういったこともあるんですよ。話し合いは最も遅いコミュニケーション手段だと。音楽の方がずっといいということなんですけども、確かにね、ミュージシャンほどその詩や思いを伝えることを職業としてない限りは、人ってね、言葉にするから伝わりにくいんですよね。いや、下手なんですよ、会話が。伝えることも下手だし、受け取ってその言葉を展開するもできないし、誤解して受け取るし、発していない言葉を勝手に付け加えたり、大切な言葉を聞き逃して、で意味のわからない言葉を受け取ったりとかね、だからよく人と会話してて、何それ意味わかんないって言葉がポンと出るけども、それ意味がわかんないっていう理解力でしかない人と会話をしてるってことなんですよね、きっとね。で本当だったらこの短い言葉でね、多くのことを伝えれる、そして短い言葉で多くの思いをこう受け取れるっていう風なのが言葉のいいところなはずなんですけども、まあ、残念ながらね、もう人がコミュニケーションを取ろうとするときに言葉にすると誤解だらけなんで、やっぱこの感情を伝えるためにはね、五感に訴えるところも大事なのかなと。音楽っていうのは振動とかね、それから波動とかね、それからためとか、それからスピードとかリズムとか変調とか、さまざまなものでドラマを伝えることができるわけなんですよね。人によっては、私もそうなんですけども、洋楽を聞いて言葉の意味が分かんないけども、でも感動するみたいなこともあるわけですよ。そのマイケル・ジャクソンの英語の歌詞を聞いて意味は全く分かんない、歌詞コードも見てない、だけどもなぜかこう胸が震えるみたいなね、経験を私もしたことがあるんですけども、それからその他のね、ヘビーメタルと言われているジャンルでもなんかこう元気が出てくるっていうか、ものすごくこうアグレッシブになっていくとかね、やったるでみたいなモチベーション上がっていくみたいなのは、歌詞もわからないけども音楽で伝えるものがあるってことなんだろうなと思います。まあそういった意味で、やっぱり人の心理に関わってくるそのミュージックっていうのは、人間が発明した最良の言語コミュニケーションなんではないかなと思いますよね。歌詞のわかんない国にもちゃんと広がっていくというね、これがだからね、ポエムだったら何が書いてあるのか分かんないから、多分広がっていかないでしょうね、きっとね。